どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールあるいコールトゥーエグジスト、班長バージョンのウリエクキを使って、今回はこちらのキャラクターの魅力解説の方をやっていきたいと思います。では、行きましょう。ウリエ、班長バージョンのウリエですね。こちらのキャラクターもキャンペーンで、使ってたんで、まあ、なんとなく、モーションとかわかってると思うんですけど、まずは通常攻撃から。銀杭の、はい、3連続の斬撃ですね。見て、この黒刀。銀杭めちゃめちゃかっこいいでしょ。これ赤くね、ちょっと今光ってるんですけど、先っちょの方が。んで、通常攻撃をチャージすると、カグネがうにょうにょっと飛び出して、ガブガブガブとこう噛みながらね、前方向、かなりリーチ、長いです、こいつ。見てね、いくよ。はい、ガブガブガブっと。で、奥までちゃんと届くというですね。ただね、そこまで火力は高くないのかな。4、5回ね、連続して、なんて言うんだろう、ヒットがあるんですけど、まあ3、4回ぐらい当たんないとね倒れないかな。1回のこのチャージショットではよいしょ。ちょっと喋ったあれだな、 HP 削られたな。んで、カグネの攻撃、はい、でこちらも打ち上げ、なんですけど、チャージすることができてズブッと、はい、チャージすると、広角のこの剣みたいなカグネで一突き高火力ですね。これもで、チャージしないで使うと打ち上げなんですけど、ちょっと今ゲージがあれだな。打ち上げ、はい、こんな感じですね。で、こうやって銀杭を振ってる間にもカグネの攻撃っていうのを挟めて、振って振って打ち上げしてみたいな。で、打ち上げってね、マジで、すぐ使いやすくて、打ち上がった時をこう、なんて言うんだろう、リフティングみたいにまた打ち上げ打ち上げみたいな感じでできるんですけど。お、呪速回復してくれるのか。お、覚醒ゲージはマックスだね。まあ、とりあえず必殺技やろうか、こいつに。必殺技は、カグネを出して、はい、ロマン砲。インボケと同じモーションなのかな。あんまりインボケでも、その、フェスゲンの売りへ、使ってなかったんですけど、あ、動画にしたことなかったかな。あれと似たようなモーションだと思いますね。んで、カグネ攻撃はこの打ち上げとチャージして、効果力の突き。めっちゃ早いね、突き。で、もう一個、カグネ攻撃あって、攻撃というか防御、これ、はい。イグザのガードみたいな感じなんですけど、わかりますかね、ガードしてるので、離すとズバってね、こうイグザがこうカウンターあったじゃないですか。あんな感じでできるんですけど、まあなかなかむずいんですよね。はい、見た、今の居合抜刀斬りみたいな。これね、まあ大体一発で倒せますね、雑魚的なら。でイグザみたいにその広範囲ではないが、多分火力はねそこそこ高いんじゃないかなと思うんだけど、ね、やばいな、ちょっと HP を削られてる。で、やっぱそのガードカウンターって使うのが難しいですね。うん、やっぱ、うかくとかに有効なのかなと思うんですけど、はい、ズバッと。あ、結構あれだね、360度なのかな、回転しながら切ってるから、360度の範囲攻撃なのかもしれない。で、とりあえず覚醒ゲージ溜まるまで今言ったやつやっていこうか。あ、あれだね、射撃の雰囲気見せてなかったね。射撃は、はい、この、わかるかな、鳴る神みたいなやつ。フェイトっていうカグネなんですけど、このフェイトっていうカグネ使ってるやつは、なかなか多いのかな、操作の中で。よいしょ。はい。ウリエだけなんだろうか。はい。はい。はい。わかるかな。そんなにレートは速くない。が、火力はまあ、そこそこみたいな感じなんですかね。お、柔道が必殺扱ってるな。よし、じゃあ覚醒ゲージ溜まったから、とりあえずなんか次中ボスか雑魚敵いっぱい出てきた時に覚醒していこうか。あいつ倒してからだな。はいはいはい、まあ、操作感クインクスの中で俺ハイセがね一番使いやすいかなと思ってるんですけど、ハイセの次ぐらいに、ていうか使ってて面白いですね、この銀杭のカグネが飛び出すギミックとか。あの遠隔起動とかもやりたかったんですけどね。じゃあ覚醒していこうか。はい、覚醒いい。まあステータスがアップして、動きが速くなるのかな。はい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 。で、通常攻撃の一番最後に銀杭が勝手に飛び出しますね、覚醒中は。はい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 、ナキを倒して、俺は今日だけ方向音痴だ。1,2,3 の一番最後にチャージショットでしか出てこなかった銀杭のカグネが勝手に出てくるっていう。
で、次何が出てくるんだろう。次は中ボスかな。アモン、アモンか。いや、ただの雑魚敵か。まあ、最後は普通に戦っていきますか。はい、はい、はい。はい。まあ、かなり使いやすいキャラクターですね、こいつは。遠距離もいけて、近距離も強いという。ほい。ほい。まあ、プレイアブルの中では、まあ、有馬がダントツかなと思うんですけど。よいしょ。やっぱあれだね、捜査官はその、追撃で必殺技のゲージが溜まるのがやっぱ強えな。ということで今回は班長バージョンのウリエック機を使ってみました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。